生命科学研究科の河津といいます。今日はこのようなタイトルで、まあ、発表をしたいと思います。まあ、簡単に自己紹介します。私は、まあ、大学院生命科学研究科の統合生態分野に所属している河津といいます。で基本的には、生物群衆に関する生態学の理論研究とか、あとまあ力学系理論とそれを応用した非線形時系列解析をメインにのテーマとして研究しておりまして、今日は特にあのこの非線形時系列解析っていうものに対を皆さんに紹介したいと思います。であと、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、近年観測技術がまあすごい進展してまして、オミクス解析とかバイオイメージングとかリモートセンシングの分野でさまざまな進展が見られてると思います。で、まあ、このような進展っていうのが、まあ、高頻度でかつ多量な生命科学データっていうのをもたらしているんじゃないかというふうにまあ考えています。でこの、まあ、特にこの高頻度のデータっていうのが何を生み出すかというと、まあ、時系列データになります。でこの時系列データっていうのは生物の量、例えば DNA 発現量ですとか、まあ、脳波とか細胞数とか個体数なんかの時間変動を捉えたデータになります。まあ、こちらのグラフがその例えばの例なんですけども、まあ、横軸に時間で縦軸にそれぞれのなんか注目している変数の量が入っています。上側は、健康な成人男性の脳波の、64V の時系列データになっています。で下側は京都府の舞鶴湾で観測された、海産魚類の群衆に関する各生物種の個体数の時間変動のデータになっています。で、まあ、見たら分かりますように、まあ、多変数のデータになってまして、で、まあ、非常に複雑なデータになっています。で、このような時系列データをどうやって解析するかというのが問題になるわけですけども、結構、まあ、注意しなきゃいけない点がいくつかありますので、それについて紹介したいと思います。でまず一つは、時系列データっていうのは時間自己相関を持っているという特徴があります。時間自己相関というのは何かと言いますと、ある状態のある時間における状態っていうのが1個前の時間の状態に非常に似ているっていう特徴になります。すなわち、時間ごとに各点が独立ではないということを意味しています。で、こちら側の時系列データは、正規分布からランダムに、変数を取ってきて、それを1個前の状態に付け加えていくという操作をして、生成した時系列になっています。で2つの変数 XY っていうのは同じようなところから抜き取られているので、まあ、時間発展も似たようなものになってしまうという特徴があります。なので、例えばこの X と Y というのは全く関係がない2つの変数なんですけども、それぞれを、まあプロットしてみるとこのように綺麗な正の相関が出てしまう。で似たようなシミュレーションを、まあ、100回とか例えば繰り返すとこのような相関係数の分布を作ることができて、縦軸に相関係数が並んでるんですが、まあ、上が1で下がマイナス1っていうふうになっているように、非常に強い正の相関や負の相関っていうのが、まあ、無関係な変数であっても出てしまうという特徴があります。一方で、生命科学の研究分野で扱うのは、まあ、例えば何らかの変数同士の相互作用があるような複雑なシステムをよく扱うと思います。で、そのような相互作用というのには非線形性が伴うので、どうしても動態が複雑になってしまうという特徴があります。で、こちらのグラフは先ほどの無関係な2変数とは違って、2つの変数がお互いに相互作用し合っているような、モデルから生成した人工時系列データになっています。で、これを先ほどと同じように、プロットしてみると、もうお互いの変数が因果関係が持っているにもかかわらず全く相関が見られない。で、同じようなシミュレーションを行ってあげるとほとんど相関係数が0付近に分布してしまうというふうになっていって、このような相互作用の非線形性のせいで時系列に因果関係があったとしても相関関係を見るとそれが検出できないというようなことがしばしば起こります。でこのように時系列データっていうのには強い自己相関と、相互作用によって生まれる複雑な動態っていう2つの特徴があるせいで、まあ、通常の統計解析ではなかなか扱いづらいという特徴があります。でそこで有効なのが、非線形力学系の理論に基づく時系列解析になります。でこの非線形時系列解析っていうのは時系列データの背景に何らかのルールっていうのが存在していて、そのルールに基づいて出力されたものが時系列データだというふうに考える点です。で時系列データを経験とみなして、その経験から現象をモデル化するというようなことを行っていきます。
で、この経験から現象をモデル化するっていうのは、人間の直感に非常に合ってるんじゃないかなというふうに考えています。例えば、伝承とかことわざなんかがその経験に基づく自然現象のモデル化の一つの例かと思います。例えば、気象に限って、このことわざみたいなのを 集めてみると、例えば朝からスズメがさえずると次の日は晴れになるとか、トンボが低く飛ぶと次の日が雨になりますよみたいなことわざというのは大量に出てくるわけです。で、これは、例えば古くからの、知識に基づいて、このような現象が起こると次の日の気象条件がこういうふうに変わるみたいな経験が蓄積されて、それがことわざという形で簡単なモデリングがなされたというふうに見なすことができます。で、このようなことわざみたいな経験に基づくモデルを非線形時系列解析ではより、洗練された方法で行っていきます。で、非線形時系列解析では、時系列データをあるルールからの出力と見なすと先ほど紹介しましたが、これ例えば、猫に食べられるネズミの個体分変動、個体数変動がこのように、得られているというふうに考えてみましょう。で、青線が、ネズミの胴体で、赤線が猫の胴体になっています。で、このようなデータが得られたら、このようなデータの背景に何かこうモデルが存在して、そのモデルの結果こういうデータが出力されたというふうに考えるということです。この例では猫とネズミっていう2種類しかいないんですけども、もっと複雑な何百種も関わるようなシステムになってくると、全ての変数を観測するというのは難しくなるわけです。なので、限られた観測データからルールを再現しなきゃいけないというようなことがしばしば起こります。で、この例では、ネズミの個体数変動しか持ってないような状態で、なんかこうこのそれを生み出したモデルを、再現するというようなことをしなきゃいけないということになります。で、その時に非線形時系列解析がどういうことを行うかといいますと、時間遅れ埋め込みという手法を用います。これは時間遅れ軸を用いた時系列の幾何的な表現になっています。こちらの時系列データでは横軸に時間で縦軸に個体数というのを取ってたわけですけども、それを、例えば横軸に現在のネズミの数で、縦軸に1個前の状態のネズミの数っていう二次元空間に、置き換えていくというようなことをします。そうすると、この青色の背景でハイライトされた部分の状態というのが、この空間上ではこの点にプロットされる。で、次の状態はこのような点にプロットされるっていうのを、全ての点に対して行うと、このような、特徴的な ある形を持った、軌道が、描くことができます。この例だと、斜め45度に傾いた三角形みたいな形の軌道になっています。で、このような特徴的な軌道のことをアトラクターと呼びます。で、このアトラクターは、システムの力学的な特徴、例えば軌道や近傍点というのを保存しているということが、理論的に証明されています。この例ですと、こちらの左側の図がネズミの時間遅れ埋め込みによって、再構成したアトラクターになっていて、縦側は、ネズミの数に加えて本来のシステムの変数である、猫の数を付け加えて再構成したアトラクターになっていて、この三角形の形が似ているとか、例えば各点が1対1に対応しているみたいなことが保存されているわけです。で、非線形時系列解析では今紹介したような時間遅れ埋め込みを利用して、時系列データから将来予測とか因果関係の推定をしたりとか、さらにはその因果関係のあるペアの間の相互作用の定量などを行うことができるようにした手法です。で、今回はどういったアルゴリズムでそれがなされているかというのを、とりあえずこの将来予測について着目してちょっと紹介したいと思います。で、時系列解析による将来予測なんですけども、先ほど時間遅れ埋め込みから再構成したアトラクターはシステムの力学的特徴を保存しているというふうに紹介しましたが、この将来予測では特に近傍点の情報を用いて将来の状態を類推するというようなことを行います。それを解説するために、このような時系列データをとりあえず用意してみました。2つの変数 X と Y というのが存在していて、 X が Y に影響を受けているというような時系列データになっています。で、注目点としてこの状態に着目して次の点である、ここを予測するというようなことを行います。で、先ほど紹介した時間遅れ埋め込みに直してみると、このようなサンプルが得られて、横軸に現在の X の状態、縦軸に
一つ前の X の状態という時間空間上にプロットしてみると、先ほどの時系列データはこのような散布図としてプロットすることができて、先ほど注目していた点っていうの、あの状態というのはこのような赤い点で、描くことができます。で、この注目点の近傍点をいくつかピックアップしてみます。で、今回は例としてとりあえず3つ選んでみると、このような緑色の点としてが選ぶことができます。で、これらの点が次にどのような点に動くかっていうのをちょっと探索してみると、このように動くことが分かります。赤い注目点というのがこの点になるんですけども、近傍点っていうのも、近傍点も同じように赤い点の近傍点の、赤い点の1個先の点の近くに散らばっているということが分かります。すなわちこれは近傍点の軌道っていうのが注目点の軌道と類似しているということを意味しています。これをもうちょっと、時系列データに直して考えてみると、赤い点の状態というのがこういうふうに動いていたんですけども、実際に近傍点というのも赤い点と同じような動き方をしているというのが分かるかと思います。そうすると、次の点の変化というのも、こちらの下の図で見てみると、似たような点に変化しているということが分かります。すなわち、状態軌道が類似しているということは、変化の仕方が類似しているということと対応しているわけで、近傍点の平均値を取ってみると、なんかこう注目点を予測することができるんじゃないかというのが、まあ期待されるわけです。で、非線形時系列解析では実際には、より近い近傍点に対して重み付けることで平均を取るみたいな感じで実際の点を予測します。で、その重み付け平均で予測されたのがこの赤い三角の点になっているわけですけども、これは実際の注目点の一個先の状態と非常によく似ているということが分かります。で、実際に横軸に注目点の一つ将来の値を取って、縦軸に類推によって得られた予測値でプロットしてみると、1対1の線上に乗ってくることが分かります。で、このような処理をいくつか、全ての点に対して行うと、次の点はこういうふうに得られるみたいな感じで、全ての点に対して予測を得ることができます。で、こう見てみると確かに対亜角線上に乗っているということで、まあ、予測が非常によく、この手法による予測がこの例ではうまくいっているということが分かるかと思います。で、このような時系列予測を、まあ、実際に応用した例をいくつか紹介したいと思います。まずはじめに、クマの発生予測になっています。まあ、この時系列データっていうのは、平成16年4月から平成30年3月まで滋賀県で、得られたツキノワグマの目撃数の時系列データになっています。で、平成16年から28年までの、データを用いて、この薄い灰色で示された平成29年から30年の目撃数というのを実際に先ほど紹介したような時系列予測で予測してみると、このような、赤い線が得られます。で、灰色の線と非常によく似た点、ものが予測することができたというのがこの例からわかるかと思います。さらに、予測時間というのを1月後2月後から5ヶ月後まで、増やして予測してみると、1月後だと、まあ、0.8 に迫るような予測精度だったんですけども、5ヶ月後であってもだいたい 0.56 弱の予測精度があるということで、これはだから時系列データがあったら、この非線形時系列予測を応用することでかなり先のクマの目撃数情報を予測することができているということを示しています。で、もう一つ、青子の発生予測というものについての事例を紹介したいと思います。青子っていうのは、プランクトンの、各種のプランクトンなんですけども、植物プランクトンなんですけども、これが飲料水にの水がめになっている、水源になっているような場所で大量発生すると、水道に悪臭がついてしまうので、まあ、水源管理者からすると、こういう発生は、この青子の発生っていうのは、なるべく予測して抑えたいというような要望があります。で、この時系列データは、平成19年4月から平成28年3月に滋賀県の琵琶湖で観測された青子の発生量の時系列データになっています。で、滋賀県の琵琶湖っていうのは近畿の水がめと呼ばれているところで、非常にここで青子がどれだけ発生しているかっていうのは重要な量になります。で、実際に平成19年から22年までのデータを使って、平成26年から28年の発生量を時系列予測してみると、このような赤い線が得ることができます。で、まあ、多少合ってるように見えるんですけども、なんか結構ズレもあったりするような例になっています。
ただし、これは、青子の時系列データだけで、時間遅れ埋め込みを作って発生を予測したような結果になってますけども、実際にはいろんなプランクトンが観測されているわけです。なので、青子だけで発生予測をすると、これプランクトン、横軸にプランクトンの目数が並んでるんですけども、青子だけで予測をするとはそんなに高くない精度なんですけども、この時間遅れ埋め込みに他のプランクトンを付け加えていくみたいな処理をして予測をしてみると、どんどん、予測精度が高くなってくるっていうのが分かりました。これはだからすなわち、なんか観測している変数が多ければ多いほど予測精度が高くなる可能性があるということを示唆していると思います。というわけで、非線形時系列解析というのは時間遅れ埋め込みを利用して時系列データから将来予測や因果推定、相互作用定量を可能にする手法だということを、まあ、今まで紹介してきたわけですけども、実際にこれをどうやって行うかというのにも、もう重要な点ですね。これは、R、プログラミング言語 R を使えば非常に簡単に行うことができます。R とは何かというのをちょっと紹介しますと、フリーの統計解析ソフトウェアで Windows や Mac や Linux などの OS を選ばないものになっています。R 言語というのは、簡単な計算から高度な統計解析までプログラミングが可能なものです。でこちらの URL が R の公式サイトになっています。R を実際に使うためには、まあ、R のサイトに行ってダウンロードサイトから、まあ各自の OS に合ったバージョンをクリックしてダウンロードするということをしていかなきゃいけないんですけども、まあ、インストール自体が結構めんどくさいと思われる方も多いかもしれません。でそのような方はこの RStudio Cloud と呼ばれるサービスを使うといいんじゃないかと考えています。 RStudio Cloud について説明する前にこの RStudio についての紹介をしますと、この RStudio っていうのは R や、まあ、他の言語も使うことできるんですけども、特に R の統合開発環境になっています。で、RStudio Cloud っていうのはそのクラウド版で、インストールしなくても、この RStudio Cloud のサイトに行くと、まあ、使うことができるので、まあ、クラウド上で R と RStudio が使えるというサービスになっています。で、まあ、実際に先ほどの URL に飛んでみると、このような、まあ、画面に、ウェブサイトに飛びます。で、アカウントを持っている方はログインすればいいし、アカウントを持っていない方はこの Get Started のボタンを押して、まあ、そのサインアップしていかなければいけないわけです。で実際に押すとこういうサインアップの画面が出てきて、まあ、メールアドレスや、まあ、パスワードやアカウントネームを、まあ、こういうふうに設定するのもいいですけれども、まあ、Google アカウントなんかを持っている方はこのサインアップ Google を押すと、まあ、その選択した Google アカウントで自動的にサインアップが可能になります。でサインアップが済んでログインが済むとこのような画面に行きます。でこのニュープロジェクトっていうボタンを押すと実際に R が起動するっていう形になってます。で R を起動させるとこのような画面に移ってきて、これで、まあ、実際に R を行うことができるわけです。でこのウィンドウが R のコンソール画面になっていて、ここに命令を打ち込んでいくことで、まあ、解析を行っていくことができるようになります。で、R っていうのはまあそのままでも何でも、まあ、計算とかプログラミングできるんですけども、もっと便利にするためには、パッケージをインストールしなければいけません。で、特に先ほど紹介したような非線形時系列解析はパッケージ REDM と呼ばれるもので実行することができます。で EDM っていうのはエンピリカルダイナミックモデリング、経験動的モデリングの略称でして、この REDM を RStudio Cloud にインストールして利用するという形になります。で、実際のインストールの仕方ですけども、まあ、このようなコンソール画面の上の方に、この Tools って呼ばれるタブがあります。で、ここを押すと、このような、ツリーが開いて、このインストールパッケージズっていう場所をクリックすると、このような画面に移行します。で、実際にここのパッケージズって呼ばれるフォームに REDM って打ち込むと、まあ、このような候補が出てきますが、まあ、これを選んで、このインストールをクリックすると、インストールが進行します。で、インストールが完了すると、このような画面に移って、まあこんな感じになると、まあ、REDM のインストールが終了したという形になります。で、REDM や他のパッケージを実際に
利用するためにはこのコンソール上にこのそれぞれのパッケージをロードしないといけないので、まあ、それをやってみると、このパッケージズって呼ばれるタブをクリックすると、このような、実際にこの RStudio クラウド上にインストールしてあるパッケージが出てきます。で、ロードされているものにはチェックがついているので、REVM のところにチェックを入れると、このようなライブラリ関数っていうのが、まあ実行されて、これが終了するとこの R コンソール上で REDM を使うことができるようになります。で、時系列解析と R なんですけども、今日紹介したような将来予測っていうのはこの関数シンプレックスって呼ばれる関数で実行していくことになります。で、シンプレックスって呼ばれる関数の、に必要な引数っていうのがこのようになってるんですけども、まあ、特に重要なものについて紹介しますと、まずこのデータフレームっていうものが解析を行う実際のデータが入っているデータセットを指定する引数になっています。で、この E っていうのが埋め込み次元数、今回のスライドではある状態と1個前の状態という2次元空間の埋め込み次元だったんですけども、ここをいくつにでも指定してあげることができます。で、この TP というのが予測ステップ数で、初期値は1になっています。で、この LIB とか PLAID って呼ばれるのが、LIB が教師データ、PLAID がテストデータの範囲を指定するものになっています。で、例えば、1スペース空けて99みたいな感じで指定してあげると、1から99番目のデータをどちらかに利用するみたいな感じで指定していくことになります。で、カラムズとかターゲットっていう書いてある引数が、まあ、それぞれ時間遅れ埋め込みを作成する変数と予測を行う変数になっています。で、最後にこの小プロットっていう引数があるんですけども、これを、まあ、初期値はファルスなんですけども、トゥルーにすると結果、解析結果をグラフに描くというような命令になっています。で、実際にこのシンプレックスという関数を実行してみたいと思うんですけども、まずこのような、データセットを用意します。まず1列目に、年、時間の情報ですね。今回は年です。で、2列目に、その実際の時系列データを入れるみたいなデータフレームを用意します。今回の例は、太陽の黒点の年で観測された年間の黒点の数になっています。で、時系列データを実際に可視化してみると、このような感じになっています。で、1700年からだいたい1989年までの太陽の黒点観測数になっています。で、これを、先ほどのシンプレックス関数で予測してみようということをやってみます。データフレームにこの DF っていうのを入れてあげて、予測、教師データに1から245行目まで指定してあげて、で、テストデータとして246から289行目まで。で、埋め込み次元を例えば6にしてあげて、予測時間は1年後という形にします。で、埋め込み行列を作りたい変数は太陽の黒点数で、予測したいものも太陽の黒点数。で、小プロットを true にしてあげて実行してあげると、このような解析結果が得られます。こちら側が実際の予測の結果ですね。3列目に予測値が出てきます。で、結果を可視化したものがこちらになっていて、あれですね、この青線が実測値、で、赤線が予測値になっているので、で、上の方を見てみると、相関係数が 0.92 で、平均事情誤差の平方根、ルートが31.37 っていう形で、まあ、特に相関係数見ると分かりやすいんですけども、この例だと非常に予測がうまくいきましたということが分かりました。というわけで、今までちょっと将来予測についてのみ、紹介してきましたが、REDM には他にも因果推定を行うための関数とか、相互作用を定量化するための関数などが実装されています。で、さらに詳しく知りたい方は、この URL にある、チュートリアルの英語にはなってますけども、を見たりとか、REDM のヘルプ関数を実行して、ヘルプを見るなどして、調べてみるといいかと思います。
というわけでは、紹介してきました非線形時系列解析でデータ解析を進めることができる方がいらっしゃったら幸いです。これで私の話は終わります。